にちは、ベビーチャンネルです。今回はチャオ6月号の付録を紹介します。まずは付録だけ取り出します。せーの、今月号の付録はこちらです。まずはこちらです。アイカツスターズピンクスターコーデ3枚セットとアイカツスターズガイドブックボリューム2です。こちらはこの号だけでコーデが揃っちゃう3枚セットです。せーの、じゃん、こんな感じです。キラキラです。ピンクスタートップス、ボトムス、シューズです。キュートでアピールポイントは350です。このキャラクターとても可愛いです。色はこうなっています。全部一緒です。アイカツスターズでドレスメイクしよう。ステップ1、リズムゲームでグリッターをゲットしよう。ステップ2、グリッターを使ってドレスメイク。ゲットしたグリッターでドレスの色や形が変えられるよ。あなただけのアイカツカードを作ろう。詳しくはこの中に載っていますが、マイキャラメイクチケットが6枚入っています。こんな感じで入っています。次はこちらです。おそ松さんドキドキ六つ子の香り付きシールです。これは松の兄弟の秘密の香り付きで、あちこちについている松のマークをこするとなんかいい匂いがします。最後は超スマートメッセージボックスです。開けてみます。本日のメイン、せーの、じゃん、おー、本当にスマホみたいです。硬いです。裏も可愛いスマホ型ケースに、せーの、パカ、おー、ウサパンダシークレットペンと、えい、うー、ウサパンダ待ち受け画面カード、秘密のスマホチェックメモが入っています。こちらは3種類10枚ずつ入っています。 LINE 風、メール風、つむつむ風です。ポンポンポン、ここにシークレットペンで文字を書きます。この LED ライトのスイッチをオンにすると文字が浮かび上がってくる仕組みです。なんですが、そう、見えません。いきなりの電池切れです。これの電池は取り替えられます。ここです。ボタン電池を3つ入れます。多分電池切れだと思います。しょうがないので自分で持ってる秘密のペンの LED ライトを使います。試しに何か書いてみます。本当だったら書きながら文字を確認したいときはこの電源をオンにしますが、つかないので本当だったらこうやって見えると思います。 iPhone6S と比べるとこんな感じです。厚さはこっちの方が厚いけど、長さがこっちの方が長いです。このスマホメモセットは入れ物が硬いので中の紙が折れたり曲がったりしないのでいいと思います。持ち運びもとってもしやすそうです。カードを変えて待ち受け画面をこのように変えることもできます。以上、超6月号の付録の紹介でした。バイバーイ、また見てねー。